原本着色あずまくり、工作、草花図沖市が安政2年8月13日は、江戸時代後期の狩野派の絵師、名は定、字は小はオグ、故郷、淵泉、炭山と称し、定発後は、精細とこうした、鳥取藩の御用絵師。狩野派から出発しつつも、他派の多様な画風を学び、聖地華麗な表現で、当時の江戸で人気を博した。 完成8年12月25日に、江戸深川の小玉家に生まれる。天保8年42歳の時に、鳥取藩主池田家の御用絵師を代々務めていた沖家の養子となり、矢ぶ元娘む姿が天保10年に没すると、翌11年に第7代目として、後目を相続し、30票5人ぶちで飯抱えられた。沖家は、江戸忠し詰めの絵だったので、市川、 その生涯のほとんどを江戸で過ごした。市川単野京家の家の仮の丹心に学んだが、独自に南品派の写生和風やリンパ特に堺法一にも学び、一つの流派には収まりきらない様々な作品を数多く残している。市川諸画会への参加などに積極的に関わり、谷文長や北武志清といった同時代の文人たちと交わっている。また、 極帝馬琴や渡辺火山、椿沈山などとは合作もしている。弟子にやや年の離れた息子の沖森方。森方を補佐するために、鳥取藩御用絵師に任じられたと見られる根本、雄う我や大西淵、田村こと我など。他に、松本陽、我、加藤康氏我、飯島甲賀の三者は、市賀門下の三賀と称された。市川沖ある遺大の中で、 最も画名が高く、一画の作品は、地元の鳥取県立博物館や渡辺美術館に多く所蔵されている。ありがとうございます。